ありがとうございます。これからやっていくのはハムスターを持つのが怖いよ、ちょっと噛まれるのが嫌だなっていう人向けにね、やっていきたいと思います。ジャンカリアンハムスターもゴールデンハムスターも同じなんですけど、いきなり掴むとこのように、噛もうとします。だから最初に必ず頭から背中にかけて刺するような感じ、これをすることで歩腹前進歩腹前進をするような形になります。ハムスターがね、まあ要はロードシスをするような形になります。もう一回言いますね。頭から背中に向かって軽く押すような感じでさすってあげる。で、押しすぎてはダメです。そしてさすりながらハムスターの、両脇をね後ろから、掴む感じになります。こんな感じですね。さすりながら、こういう感じでね持ってあげてください。そして首の皮を掴むと目が飛び出ると冒頭で言ったんですけども、2人でやる場合はこのように後ろを掴みながら片手で支えるような感じ、そうすれば大丈夫です。これもやってる動物病院もあるんですけど、まあ看護師さんとかね慣れてる場合は先生と看護師さんでねやったりする場合もあります。ご自宅でやられる場合も家族とね、一緒に先ほどみたいなねやり方でやるのも OK だと思います。まああと野菜やね果物をこのように食べさせながら、切るってやり方もあります。それではジャンガリアンハムスターの切り方なんですが、私は裏ごし器を使ってそのね網目から出た爪を切るようにしてます。このような裏ごし器とボールを用意します。まあ、2つ用意するのは、飛び出さないように上からかぶせるような形になるんですけど、中にはハムちゃんの好きな、まあ、野菜なりねフルーツなり何でもいいんですけど入れてあげます。私がいつも使ってる爪切りは鼻毛バサミなんですよ。今日ちょっとね用意してなかったんですけど、ダイソーとかに売ってるね先の尖った鼻毛バサミあれがねめちゃくちゃ切りやすいんですよ。先の尖ったハサミはこのようなね網を使う場合に、使用するんですが、普通に手に持って切る場合は、まあ、私はですが、やっぱり鼻毛バサミ、これは先の尖ってないやつです。先の尖ってない鼻毛バサミで切ってます。どうしてもね爪切りだと爪切りって湾曲になってるじゃないですか、先っちょが。だからね切りづらいんですよね。まあ、小動物用のね爪切りってあるんで、小さいやつね、それは切りやすいです。でも私はやっぱり鼻毛バサミですね切るときは万が一落ちてね危なくないように毛布を引く、厚手の毛布とかね引くといいと思います。